エスパドリーユエスパドリーユはピレネー山脈に起源を持つ靴。一般的に上部は骨布や木綿布でできており、靴底は柔軟なジュート縄でできている。足首部分にはしばしばレース飾りが施される。エスパドリーユを定義づける要素はジュート縄の靴底であり、上部のスタイルは多様である。近年ではゴムやスポンジ艇の縁にだけジュートを装飾のために、 巻き付けたエスパドリーユ風のサンダルをエスパドリーユと称することもある。今日では快適で環境に優しいサンダルとして世界的に普及している。伝統的なエスパドリーユはスペイン、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、南アフリカでとても人気があり、ヨーロッパの大半の国でも人気がある。 エスパルトで作った紐エスパドリーユはフランス語の単語であるが、カタルーニャ語でエスパドリーユを表すエスパーデニアに由来する。スペイン語ではアルパー型、バスク語ではエスパーティーナと表記する。地中海地方にはロープを作るための丈夫でしなやかなエスパルトという繊維があり、カタルーニャ語のアスパルデーニャとはこの繊維という記事から作る靴を意味する。カナダのケベック州で エスパドリーユという単語は、ジュート製のサンダルではなく、ランニングシューズや、ジョギングシューズを指す。ピレネー山麓にある、カタルーニャ地方、バスク地方、オクシタニア地方では、18世紀から、エスパルト繊維を使用したエスパドリーユが履かれていた。さらに、ピレネー山麓のバスク地方には、100年以上にわたって、エスパドリーユを作り続けている工房がある。 伝統的なエスパドリーユは農民によって作られ、農民によって性別を問わず、測かれていた。今日のエスパドリーユはカタルーニャ地方でもバスク地方でも人気を増しており、春季や夏季にはよく測かれる。一般的にはスペインや南アジアの工場で製造されている。安価なバーゲン品からデザイナーブランドの高級品まで品質は様々である。 現代のエスパドリーユは外して女性用の靴であるものの男性がエスパドリーユを履くこともある。1940年代にはアメリカ合衆国でそのファッション性が注目され、1948年の映画キー・ラーゴでは女優のローレン・バコールがレースのついたエスパドリーユを履いた。ハイヒールのエスパドリーユが流行したのはフランス人ファッションデザイナーのイブさん。 ローランの影響である。1970年のパリコレクションで、サンローランは、スペインの製造会社であるカスタニエル社と接触し、カスタニエルはサンローランが求めるデザインのエスパドリーユを作った。ハイヒールのエスパドリーユは大ヒットし、今日のファッション界にさえも影響を与えている。アメリカで放送されたドラマ、マイアミ・バイスがヒットした影響で、ドン・ジョンソン演じる。 主人公のソニークロケットが履いたエスパドリーユは1980年にリバイバルヒットした。2013年にはニューヨークの高級靴店で500ドル近くの高額で売られるエスパドリーユもある。重度繊維メディアを再生する靴底の製造過程南アジアのバングラデシュは高品質重度繊維の産地であり、高級重度製靴底やエスパドリーユの完成品の製造拠点となっている。 世界全体では、エスパドリーユの完成品の90%がバングラデシュで製造されるものの、スペイン、フランス、イタリアでもバングラデシュから、ート繊維の靴底を輸入して、エスパドリーユの完成品を製造している。アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、パラグアイ、ベネズエラでもバングラデシュから、ート繊維を輸入して、エスパドリーユを製造している。ありがとうございます。